習志野市長の宮本泰介です。1月19日金曜日午後3時現在のお知らせです。第112回目の発信となります。この動画は平日の火曜日と金曜日に発信しております。字幕が出る設定にもできますし、説明欄から見たい項目を見て選んで見ることもできます。コメントも書き込めますので、ぜひご活用ください。お寄せいただいている皆さん、いつもありがとうございます。はじめに市内在住者の感染状況についてです。こちらとなります。前回発信日から昨日までの4日間で新たに55人の発表が千葉県などからありました。これで習志野市在住者の新規感染者の累計につきましては621人となりました。で、実際に療養中の方につきましては先週の1月14日木曜日時点で172名となっております。で、入院中の方は7人、入院調整中の方が164人、ホテル療養中の方が1名となっております。なおこの数字は千葉県から提供されている表記をそのまま採用しておりますが、実際には入院調整中の人数の中に自宅療養者が含まれております。その割合などの詳細は千葉県のホームページなどからも公表がありません。で、なお報道等で自宅療養者に対する支援についての課題が報じられておりますが、支援につきましてはあくまでも保健所からの依頼によって協議することになります。現在保健所からは事務支援及び自宅療養者に対するパルスオキシメーターといって血中酸素の濃度を測る機械、これを貸し出し配布に対して支援してほしいという依頼がありまして、今習志野市として詳細を詰めているところです。で、実際に応援職員を1名派遣しております。これらの内容はすべて保健所からの依頼、そして協議に基づいて行われております。で、あくまでも感染者に対応する場合には保健所の指示、指導というのが不可欠となりますので、保健所が主体となります。で、保健所からの依頼に基づいて、習志野市の職員が対応しております。で、保健所との連絡はもう毎日のように、行っております。で、こういう中で、今、自宅療養者に対する支援等も行っておりますので、いろいろとご心配をいただき、誠にありがとうございますが、今のところの現状については、このような形になっております。このことをご理解ください。次に、千葉県全体の状況でございます。千葉県全体の状況については、このような形になっております。感染者の累計は17,681人で、亡くなった方は14人増えて174名となっております。実際に今感染されている方の人数は6,139人、前回よりも1344人も増えております。で、うち入院中の方は661人、38人増えている状況です。両方とも赤い数字となっております。そして、感染の状況を人口10万人あたりに直した指標の比較ですけれども、再び、この下の数字になりますけれども、この1週間の習志野市の感染者、新規感染者は78名で、指標に直しますと習志野市では 44.50、 千葉県では 49.90、 東京都では 75.50、習志野市と東京都は若干下がっておりますけれども、千葉県はちょっと上がり続けている状況で、最近県内でクラスターの発生が相次いでいる、こういった状況でございます。で、なおこの1週間に確認された感染者78人の内訳なんですけれども、このような形になっております。まあ、相変わらずですね、やはり年代についてはそんなにばらつきがない状態 で、無症状の方の数も少なくなってきております。基本的に患者さん、いわゆる発症、何らかの発症がある方が
増えてきているのかな、まあ、こういった状況です。また70歳以上の方が2桁になっているところも気になる点です。で、今、まあ、こういった状況の中で、ちょっと前までは若い人が中心といった形でしたけども、だんだん年代が上になっているということは、まあ、家庭内での感染であるとか、まあ、そういうことが増えてきていることが伺えます。ぜひ基本的な感染対策をしっかり実施して皆様で気をつけていただきたいと思います。感染した方への対応は先ほどから言っているように千葉県が設置している習志野保健所が行います。習志野市としては感染症拡大予防対策と差別が起きないようにご協力をお願いしております。この動画を通じて周知していただければ幸いでございます。次に本日は、まあ、改めてという話になるんですけど、まあ、マスクの意味で、明日以降後悔しないためにという副題で、お知らせいたします。で、まあ、常にマスクの話というのはしているわけではあります。まあ、いろいろな報道あるいは新聞もとにかく、見るものには必ず新型コロナウイルスイコールマスクというようなことが表記されておりますけれども、改めましてマスクは何のためにするのかということです。で、まずマスクは花粉症のイメージだとこうかからないあるいは吸い込まないためということで、します。それが中心です。で、イメージ的にもなんかのホコリを吸い込まないようにとか、まあ、そういうことが中心になりますが、新型コロナウイルスに関しては吸い込まないようによりもうつさないように、つまり出さないようにウイルスを出すことを防ぐ、これに重点が置かれております。感染症全般に関してやはり自分の口から鼻や口から出る飛沫を抑える、これがマスクの基本的な意味です。つまりはうつさないためであるということ。そしてじゃあなんで今みんなマスクをしているのかということなんです。普段であれば、まあ、風邪をひいたらとか症状が出た後に、まあ、気づいて、風邪をうつさないように、あるいはインフルエンザをうつさないようにということでマスクをしますが、今は毎日皆さんにマスクをつけてほしい、お願いしております。それはなぜかといえば、このウイルスは何らかの発症が起きる前、あるいは発症直前、あるいは発症日に非常に人にうつす、ウイルスをうつす、こういう性格の病気、感染症だからです。で、ですので、今は健康でも、例えば私が明日何らかの風邪の症状が出たとするならば、今日が一番皆さんにうつしている可能性がある、うつす可能性があるという日になります。なのでマスクをしている、こういうことです。で、マスクの基本的な実験のデータなどによりますと、条件1メートル以内で15分以上向かい合った場合の実験によりますと、お互いにマスクしていない場合は 70% 以上ウイルスがうつってしまう。そしてどちらかがマスクしている場合は70% 未満 で、両方がマスクしている場合は 30% 以下というこういうデータが出ております。で、まあ、マスクなしはもうこれはもう当然イメージ的にも分かるように 70% 以上ですけども、両方がマスクしている場合でも 30% の確率はあるんだなということが分かります。まあ、ですがこれはあくまでも1メートル以内15分以上そして向かい合ってという条件で行われた実験のデータですから、ですから今まさに言われていることは最低1メートル以上離れてください、そして15分以内いわゆる長時間の会話は極力控えてください、そして向かい合うことはやめてください、非対面でいること、つまり1メートル以上離れて15分以内の会話そして対面することを避ける、
で加えて換気をしっかりする、手洗いをしっかりするということで、このマスクの効能というのが生かされて、そして罹患する可能性が少なくなるということが言われておりまして、で私たち、そして習志野市医師会と一緒に、この基本的な対策をしっかりしていれば、この感染症にはうつらないというふうに発信しているところでございます。どうかこの点を理解した上で、まさにマスクの意味、すなわち明日以降後悔しないために、要するに自分がかかっているかもしれないということを常に疑ってマスクをするということで、特に感染リスクが高まる5つの場面を10日以内に経験したな、思い当たったなという方、まあ、人と交流したなという方、その皆さんについては特にこの今言ったことを念頭において家庭内でもマスクをする、で一番マスクを外しやすい食事ですね、例えば食事を家庭内であっても時間をずらして一人ずつ食べて、そしておしゃべりするときには必ずマスクをする、家庭内でもマスクをする、そういった慎重を期していただければというふうに思います。ぜひこれらのことをしっかり実行してください。本日のお知らせは以上となります。基本的な感染症対策を実行することでこの感染症は防げます。鼻と口をマスクすることが最大の対策です。国が提唱する新しい生活様式を要約した次の4つの習志野市のルール、非接触、なるべく触らない、触ったら消毒手洗い、そして適距離、とにかく意識してなるべく離れましょう、最低1メートルは離れましょう、そして計画的に、空いている時間、予約の活用、3密回避、計画的な予防策、食べる順番、着替える順番、そういうことも計画的にやりましょう、そして非飛沫、対面しない、向かい合わない習慣、惜しまず換気しましょう、これらを皆さんで普及してください。次回の発信は1月22日金曜日に発信いたします。チャンネル登録もお願いいたします。コンパクトに結束する習志野の総力を挙げて移さないためにかからない、実行しましょう。